久保 T ちゃん、久保 T ちゃん、あら、おだす。いやー、動画ありがとうございます。またベタ褒めまさかの。ありがとうございます。第2ステージは結構褒めていただける。ありがとうございます。はい、まあ今回ですね、まあ久保さんにも言っていただいたんですけども、まあそのコンテンツですよね。そのコンテンツの概念がほとんどみんなないんですよ。うん。で、そのネットビジネス、まあビジネスをやっていく上で集客と販売、これしかないです。申し上げますね。集客と販売、これしかないです。で、この販売が、ネットビジネスの場合は、アフリエイトっていうのもありますよっていう。ただこれだけなんですよ。だから集客、販売、アフリエイト、どっちかなんですよ。うん。だから、ネットビジネスの場合、コンテンツ販売。僕が教えてるのは、まあアフリエイトでもいいんですけども、自分でコンテンツが作れて、自分で商品が販売できれば利益率ほぼ100%なんで、まあコンテンツビジネスやった方がいいよってことを伝えてます。うん。だけどそのコンテンツビジネスやるにしても、もうコンテンツのそのフリーコンテンツですよね、それを作れないと集客できないですよね。うん。で、集客できないと顧客数ゼロでどうやってビジネスの売り上げ作っていくんだって話にならないですよ。うん。で、これね、まあ今回その桜の話とか、まあ具体的な事例とか、まあ例え話をちょっとしたんですけども、これね、僕もっと具体的な話をちょっとしましょう。これね、久保さんこれすごく面白い事例なんですけど、僕ね、鹿児島の事務所で、洗濯機を変えようと思ったんですよ。で、洗濯機を、新しいやつに変えようと思ったんですね。で、最初 5.5 リットルを使ってたんですよ。だけど布団洗いたいなっていう、要は鹿児島合宿やってたんですけど、その時で、そのお客さんが来て、そのシーツとか布団とか洗いたいなっつって、だけど 5.5 だとちょっと入らないんですよ、シーツとかが。だから8キロぐらいにちょっとしたいなと思って、ヤマダ電機行ったんですよ。だからちょうど売ってたんですね。で、売ってて、ただその洗濯機を捨てるってなるとリサイクル料4000円ぐらいかかるじゃないですか。で、僕がなんでその目が止まったかっていうと、そのヤマダ電機さんのキャッチコピーの中に、今お使いの洗濯機を買い取りますみたいな、どんな機種でも買い取りますみたいな、マジかみたいな。まあそこで行って、あ、じゃあ新品買っても買い取ってもらえるし、処分料いらないなと思って、でまあ値段交渉もしました。で、5万円ぐらいで買ったんですよ。東芝のザブンってやつなんですけど、今東芝のザブンってやつが新しいの出てるんですけど、その多分モデルチェンジでちょっと安くなってたんですね。で、ネットで見ても6万円ぐらいで、店頭5万円ぐらいだったんですよ。で、在庫もあると。だから在庫投げ売りじゃなくて、在庫もあると。で、5万円でなんかその税込みでお願いしますみたいな、ポッキリでいいでしょうみたいな、5万円で交渉して5万円で買ったんですよ。で、来たんですよね。で、ちょっと経ってから数日後、業者さんが来て、その買取査定ですよ。買取査定が来て、あ、買取ですみたいな、来ましたみたいな。でね、じゃあちょっと見ますっつって見たんで、どれぐらい、1000円ぐらいなんのかなって、いくらぐらいなんのかなと思って、ちょっと僕はちょっとワクワクというか、まあ、どれぐらいになるのかなみたいに興味本位でこう見てたんですけど、で、まあ書くわけですよ。じゃあ買取金額これですみたいな。じゃあ見たら久保さん、買取金額まさかの100円。100円ですかみたいな。わかりました。まあね、リサイクル料4000払うよりかはまあいいかなっつって、 100円かみたいな。で、それはハイアールっていうやつで、一人暮らし用の、まあ、ハイアールさんは一人暮らし用の結構出してるんですけど、冷蔵庫とか洗濯機。で、それ 5.5 キロか5キロモデルのやつなんですけど、100円ですね。100円かと。あ、でもこれジモティで出してもっと高く売れるのになと思ったんですけど、まあいいやと思って、まあなったんですね。で、買い取ってもらって、じゃあ買い取ってもらった後、次に新品が来たわけですよ。で、その新品が来て、で、新品が来まして、で、僕すぐね、久保さんすぐレビューしたんですね。で、その動画が今、そのレビューした動画が7600回回ってますね。多分この動画はさすがに7000回回らないと思いますね。この動画は7000回回らないけど、その東芝のザブーンはのレビューは7000回回ってます。7600回ですよね。だから僕の R34 マガジンで、東芝
東芝洗濯機とかで調べていただくと出てくると思います。2つアップしたんですけども、2つアップして、1つが400回ぐらいか。1つが400回ぐらいで、もう1つが当たって7000回ぐらいですね。はい。7600回回ってるやつがあります。はい。2つアップしてます。で、あのね、これポイントをお伝えしておくと、アクセス集めるときのポイントですね。それは何かっていうと、例えば物をレビューするんだったら、これも僕は7000回回ってるやつもそうなんですけど、あの何を入れないといけないのかっていうと、機種名なんですよ。機種名だから僕がこの、じゃあタイトル読んでみましょうか。東芝スペース洗濯機スペースザブーン AW8DX8D6W をレビューしてみた。もう一度言いますね。東芝スペース洗濯機スペースザブーンスペース AW8D6W をレビューしてみた。静音だけどまさかのっていう。要は東芝の洗濯機っていっぱいあるわけじゃないですか、過去にもこれからも。だけどこのモデルなんですよ、この機種名だ。これは例えば薄型テレビを買おうとした人っていうのは薄型テレビで検索しないんですよ。大体は目星をつけるんですね。もう例えばソニーのこのモデルみたいな、じゃあソニーのこのモデルは価格いくらなの。だから価格コムでも、価格コムっていう有名なサイトありますけど、価格コムでも商品名を入れて、型番入れて検索していくらなのかなっていう、そのネットで検索する場合はそういう風になるんですよ。だから要は情報がどんどん狭まるんですよ。どういうことかっていうと、最初はじゃあ薄型テレビ欲しいなと、じゃあ薄型テレビ、あ、じゃあソニーのテレビがいいな、じゃあソニーの薄型テレビがいいな、じゃあソニーのこれがいいなっつったら、じゃあこれで今度このこれって決めたら、今度この商品はどういう評価がついてるのかとか、どういう機能がついてるのかとか、深くもっと掘り下げてあの検索していくんですよ。わかります？だからそれをもう購入を検討してる人は、もうもっと知りたいんですよ。だから、ニッチだけども検索が実は多いんですよ。ニッチだけど、なぜならばもう決めてるんで、これ買おうかなって決めてる人は、これのもういろんな情報が欲しいんですよ。だから結局ニッチだけど検索ボリュームは実はニッチだけど高いんですよ。何度も調べるんで、その価格だったりその性能だったりとか、そのレビュー、まあ、いろいろ調べるわけですよ。だからあの YouTube とか、まあ、ブログもそうなんですけど、まあ、物を扱うときはそういうその型番を入れるべしですね。型番を、まあ、それをもう分かってると狙っていけるんですよね。だからこれ動画撮った時も狙いましたよ。でこれオチがありまして、オチがあるんですけど、じゃあこの東芝洗濯機ザブーン AW8D6W をレビューしてみた、静音だけどまさかの、うん、でこのザブーンのやつは静音っていう、この静音っていうキーワードも一応入れてるんですよ、後半で。でこれはオチがありまして、どういうオチかっていうと、そのさっき100円って言ったじゃないですか、前の買い取りが100円でね。実はこの動画ちょっと今見てみましょうか。この7000回回ってるやつあるじゃないですか。7000回回ってる動画いくら収益になってるかっていうと、ちょっと今現行でリアルタイムで見てみましょうか。ちょっとすいません、今見るんで、まあ結論言うと100円以上稼いでるんですけど、結論100円以上稼いでくれてるんですけど、ちょっと、いくら稼いでるのか見てみましょうか。全期間はい、$21.87 ですね。 $21.87 なんで、まあ1ドル100円ぐらいにしときましょう。だから約2200円稼いでます。わかります？2200円稼いでくれます、稼いでくれてますね、これね。しかもずっと回ってますよ、ロングテールで。まあまあまあ、東芝のこのザブーン AW8D6 が、10年後とかだったら検索されないかもしれないですよ。どんどん新しいモデルチェンジするんで。ただ僕の知ってる限りだと、今この多分このザブーンの AW8D6 の新しいモデルが1個出てて、これが1個前のモデルなんですよ。だからこのモデルって結構安いんですよ。だから在庫とか持ってる家電量販店のとことか安売りしてるんですよ。
で、こっち高いんですか、新商品で。だからこれはまだ検索されます。ただ、この新商品がまた型番古くなってって、こう、なってきたらちょっと検索ボリューム落ちますけどね。今なんで検索があるのかっていうと、ここの歪みがあって、ここが安い。で、多くの人はこの安いところに買いに来てるんですよ。だけど、じゃあどうな、性能どうなのみたいな。だからレビューの見るわけですよね。わかります？だからそういうふうになんかその仕組みというか、それがわかると、その意図的にできます。ある程度。ある程度ね。まあ2本、これはシリーズ、2本動画撮ったんですけど、意図的にやりました。ただ、1本は当たりました。7000回ぐらい回って。だもう1本は、でもそれでも400回か300回回ってますけどね。うん。じゃあ次行きましょう。次が、まあこういうのね、あの熱海合宿、あ、熱海、あの、億万長者合宿くれば、全部僕のデータ見せて、あの、理論的にどういうふうにやったのかっていうのもお伝えできますんで。で、あと、ですね。はい。これね、9000回回ってるやつがありまして、9300回ですね。もうちょっとで1万回回るんですけど、タイトルが、ケツの穴実験。タイトルが、ケツの穴実験。TOTOのネオレスト RH1 がやばい件について、ケツの穴実験、 TOTO のネオレスト RH1 がやばい件についてっていうタイトルです。これが9300回回ってます。うん、はい。これはなんかホテルに泊まったんですよ。ホテルに泊まったらなんかね、あのウィーンって開いたんですよ。すげえなみたいな。あ、これ面白いやつです。あ、これ動画で撮ろうっつって。で、動画撮ったんですけど、で、動画撮ってアップロードするときに、その検索の、キーワードの設定ですよね。まあ、それを意図的に入れました。で、当たりましたね。まあ、ずっと回ってます。だから、その、TOTO のネオレスト RH1 っていう機種が、多分その、トイレって、おそらくなんですけど、そこまでの新商品のサイクル早いですか？薄型テレビとかに比べると多分そのサイクルって非常に遅いと思うんですよ、トイレって。うん、そのだってもう性能が限界あるじゃないですか。トイレバンバン新商品出せます？ウォシュレットトイレなんか新商品バンバン出せないですよね。だからこのネオレスト RH1 っていうのが大体看板機種だと思うんですよ、ある程度の。うん、だからまあ結構だいぶロングで回るのかなっていう。だからさっきのザブーンより回ってますね。9300回回ってますね。で、あとはパンチのあるケツの穴実験っていう最初に入れたっていうのもポイントです。どういうことみたいな。まあちょっとパンチフックですよね。で、あとカスタムレビューとカスタムサムネイルとかいじってないですよ、これ。さっきの、なんだザブーンのやつと、今紹介したやつはカスタムサムネイルでなんかレビューしてみたっていうね。今億万長者合宿はそのカスタムサムネイルちょっといじったりとかしてますけど、全くいじってないです。もうタイトルキーワードのみです。はい。あとね、もう一つトイレで1万回以上回ってるやつがあるんですけど、長崎のハウステンボスにあるホラートイレに入ってみた。長崎のハウステンボス、ハウステンボスって長崎のハウステンボスってキーワードとホラートイレってキーワードですね。で、これが1万3000回回ってます。1万3000回。まあ、この動画1万3000回、まあ、回らないですね。どうすか？ホラートイレを、これ多分ね、何分だ？ホラートイレのやつね、1分ですね。1分。たった1分ですよ。たった1分がずっと回ってんですよ。だから、久保さんの送っていただいた動画の中で、なんだ、失敗は資産っていう言葉があったんですけど、まあ、もう何でも資産に変えられるんですよ。で、これ資産に変えれる変えられないはやっぱね、知ってるか知らないかっていうのが非常に大事です。申し出ますね。知ってるか知らないかっていうのは結構重要です。知ってたらやりません？例えば、よくね、行政のお金もらえるとか、なんとか資金とか、なんかいろんなそのなんか補助金とかあるじゃないですか。でもほとんどの人知らないんですよ。で、多分久保さん詳しいんですけど、久保さんの知り合いだったかな、久保さん多分もう詳しいと思いますけど、例えば会社を作った時に、実は中小企業だと援助金が結構もらえたりとかするんですよ。でね、この援助金がもらえるんだけど知らないんですよ、みんな。でもこれ知ってるか知らないかで、知ってたらやるんですよ。わかります？え、そんなもらえるの？みたいな。それだけで？みたいな。だけど、まあ、そこで、なんか、久保さん前なんかあったんですけど、なんか、書類めんどくさいから、書類のプロフェッショナルいるよ、みたいな。なんかそういうのなんか前あったんですけど、そう。
なんかね、知ってればね、できるんですよ。うん、できるというか、うん、挑みやすいですよね。でもそれが、知らないと、集客ができるよとか、お金になるよっていう、例えばさっきの、なんだ、まあ、もう直近の具体的な事例言いましたよ。東芝の洗濯機ザブーン。これね、買い取り金額100円でしたからね。でも、たった動画の無料の動画のその、東芝ザブーン AW8D6 っていうレビュー動画を撮って、これもう、アップロードが2018年6月19日です。だからもうちょっとで1年経つと思うんですけど、ずっと回ってるわけですよ。で、2000円ぐらいもたらしてるわけですよ、広告収入が。わかります？うん。なあ、まあもう僕もいろんな動画をこうテストしてるんですね、実は。実はいろいろとテストしてます。あ、これはこうなるんだな、これはこうなるんだっていう。で、じゃあ、例えば1万本テストする、10万本テストする、100万本テストするってなったら、様々な、もうほぼ、様々なめっちゃキーワードを網羅して、そのキーワードに対して、どういう広告主さんがいて、どれぐらいの単価で、どれぐらいのロングテールで回って、どれぐらいの収入なのかっていう圧倒的なデータをもらえるわけですよ。やれば。じゃあそのデータが分かってるから、じゃあ次再現性、まあ、前ね、再現性っていうなんかワードあったじゃないですか。再現性ありますよね。どうすか？だって自分データ分かるんですよ。あ、このキーワードはこういう風に言ったな。じゃあこっちもこうだろうな。例えば今のね、ことが知っていれば、例えば東芝のザブーン AW8D6 っていうのが回ったと。じゃあ他の機種でもいけるなと。じゃあ仮にこれを多角化するとするじゃないですか。で、僕が洗濯機を持ってなかったとしても、これができるんですよ。これができちゃうんです。要は、この横展開いくらでもできるんですよ。要はみんな物がないと動画撮れないと思ってるじゃないですか。パンフレットで十分ですよ。僕パンフレットでいきますから。いやー、じゃあどういう動画になるかっていうと、ね。いや、今度ね、いや、ちょっと洗濯機をね、買い替えようと思ってね、ちょっと家電量販店行って、ちょっとパンフレット持ってきました。で、今回ちょっとご紹介するのは、これめっちゃいいなと思ったんですよ、みたいな。ババーンみたいな。もうパンフレットのみで OK です。これね、今度買おうと思ってるんですけど、いや、でもな、どうしようかな。でも良かったんです。っていう、まあ、家電量販店僕好きなんで、見てきて、そこで見てきたことを、体験を話せばいいんですよ。ね？買ってみて、買わないとレビューできないとかね。ないです。だからこれもね、ほとんどの人がないですね。買わないとできないとか、久保さんの中では、久保さんの動画ではね、レビューすれば、レビューの話もあったんですけど、これ買ったらこれレビューしましょう、それは当たり前ですもん。申し訳ないですね。買ってレビューはもう鼻くそです。買ってレビューは鼻くそで、なくてもできるって、わかります？これです。だから無限にいけるんですよ。なくてもいける。で、なくてもお金に換えられる。だから新しい洗濯機買わなくてもいくらでもいけるんですよ。でね、これじゃあなんで僕がこういうことを知ってるのかっていうと、YouTuber に瀬戸康史さんっていう人がいるんですよ。で、YouTuber の瀬戸康史さんも実はこれやってるんですよ。まあそれをね、やっぱね、情報の汲み取り方ですね。じゃあその瀬戸康史さんっていう人はどういうことをやってたのかっていうと、その人は一眼レフとかめっちゃ好きなんですよ。動画の編集もめちゃめちゃうまいんですよ。で、一眼レフめっちゃ好きで、今度これ買おうと思ってるんですよ、みたいな。それも熱く語るんですよ。だから、あとキヤノンの今度この新商品がこれめっちゃ出るんですよって言ってまだ買ってないんですよ。買ってない。これめっちゃ絶対いいみたいな、絶対買うみたいなっていう動画を撮ってるんですね。だからなくてもいいですなくてももはやいいんですよ。わかります？そう。だから、じゃあそれをまあ本当に戦略的にやるんだったら、新商品が出たらまあその全部がね、爆発的にヒットする商品ではないかもしれないですけど、そのある程度新商品っていうのはみんな好きなんで、トレンドがちょい発生するわけですよ。だからもう事前に新商品販売する前に、ある程度もう情報が出てる段階で次元爆弾を仕掛けられるんですよね、今度新商品。だからこれが分かりやすいやつだと、ブログアフィリエイトとかやってる人は iPhoneX のそのなんか iPhone、 まあもう iPhoneX10 出ましたけど、 iPhoneX10 がアメリカでこんなモデルが発表されましたって記事見たことないですか？まあ好きな人は絶対今度どんなモデル出るんだ、例えばもう今も検索されてますけど、 iPhoneX10 の次に出るモデルですね。例えば2020年モデル、 iPhone2020 年モデルとか、今中国では密かにこう開発されてるみたいなブログの記事ありますから、そういうのがいっぱいね。
こういうね情報を先取りして先にこう本当にその流しとく。だそうするともうあのトレンドが発生した時にもうストックされあのもうあるんで、だから来ますよね。なんかほとんどの人はトレンドが発生して乗っかってるんですよ。いや違う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 、トレンドが発生する前にもうすでにもう仕掛けとく。わかります？トレンドが発生してから乗っかる、まあ悪くはないんですけど遅いだそういうこともできるわけです。いくらでも無限像に。だからまあ詳しいテクニックだったりとかやり方っていうのはもっとまあ合宿でもお伝えしますけれども、今言っただけでも十分だと思いますよ。まあ具体的に言いましたよね。そうだからね、こういうことをねやっぱね知っとくっていうのは非常に大切ですし、知らないから、アクセスを集められない、知らないからお金が稼げないっていうところがあると思います。僕はいくらでもお金に換えられますよ。自信しかないですね。だって圧倒的なデータを持ってるんで。圧倒的な、ほとんどの人って自分で見ないと信用しなくないですか？人から言われたこと信用します？僕と久保さんが億万長者合宿やります、うさんくさいなと思いません？ペーパルさんからはね、こいつうさんくせえなってアカウント削除されましたけどみんなそうじゃないですか。だからみんなね、この見てる動画のあなたも自分が見た情報って信用できません？自分がやって自分の YouTube の管理画面でアナリティクス全部見れて収入上がって振り込まれてる、それ信用できないって人いないでしょ。だから僕は自分で自分を信用できるように、信用できるためにやり続けるんですよ。自分で自分を信用できるようにやり続けるんですよ。データを収集し続けるんですよ。だからそれが事実なんで、だってそれが一番事実じゃないですか。人から言われることって信用できます？できないでしょ。うさんくせえなとか、本当にこの人信用できるのかな。いや、自分がデータ取って自分で体験して実際に見て振り込まれたら信用せざるを得ないですよね。だこの量をたくさんテストして検証を繰り返せばいいわけですよ。でもみんなやらないんで、だからやる人の情報を買うんです。だから僕は売れるんです。だから今度ね、YouTube も商品名決めてるんですけど、 YouTube データバンク1万本アップロードしてきて見えてきた本当の YouTube の真実みたいな、僕がロングテールでずっと稼ぎ続けてる動画、1本で1万2万ずっと稼ぎ続けてる動画の全部のデータお見せします。買いますねもうだからコンテンツ販売もこれできるんですよ。だからまあ一石何鳥にもなりますね。まあこの話のフリーコンテンツもできるし、この話のネタに乗っかってフリーコンテンツも作れるし、情報を売ることもできるし、何その広告収入も得ることもできるし、もう無限像にできますね、もはや。はい、ということでまあさらに具体的なね、お話もさせていただいたんで、あとはやるかやらないかはあなた次第ですけれども、やらないので買ってくださいね。はい、やらないですからね。1万本も検証する人いないですから買うしかないですね、ということでまあちょっとね、YouTube データバンクはね、そのうち販売しますんで、あと久保さん覚えてますよ、20時間ライブしっかりと覚えてますよ。あの20時間ライブの企画をやった時、梅田さんはね、マジっすかみたいな、やりましょうみたいな、もうね、僕は朝9時から久保さんがね、このメッセージ来たのはね、未だに覚えてますね。朝9時からね、久保ですみたいな、朝9時からやって次の日の朝5時ぐらいまでやりましたからね。いやー、あれは伝説でしたね。まあその後僕100時間ライブつもやったんですけど、梅田さんとじゃなくて死にましたねまあでも20時間ライブはね、本当にあれは伝説ですね。懐かしいですよ、覚えてますよ、あれは一生忘れないですね。であとこれを見ていただいてるあなたにちょっとお伝えしたんですけど、なんか一生忘れない体験もしてほしいなっていう。例えば20時間ライブってやらないでしょ。僕あの裏方でやって企画をしてやりましょうっつってカメラ回して、コメント読み上げてっていうのやりましたけど、その後僕100時間ライブもやりましたし、一生忘れないんですよ。でその一生忘れない経験っていうのはまたネタにそれにまた乗っかれるじゃないですか。だってそれに乗っかるとどういうことが起こるかっていうと、みんなやってないんで話も深いことできるだろうし、なんだ、なんかみんながやってることに乗っかってもあんま価値出ないかもしれないじゃないですか。差別化が難しいですよね。だからみんなが乗っかってることをやるんだったら、面白おかしく編集するとか、面白おかしく喋るとか、リアクション入れるとか、なんかちょっと差別化しないといけない部分あると思うんですよ。ただみんながやってないことに乗っかるってなると、
みんなやってないんです。ただそれ話せばいいんですよ。それだけで面白くなるんで、うん、まあいいや、まあいろいろちょっと話しましたけれども、これで終わりたいと思います。久保さんの送っていただいたね動画ね、よかったら見てみてください。はい、久保さんはね本当に乗っかり上手ですね昔から。うん、めちゃくちゃ乗っかり上手です。なんか久保さんがね成功した一つのポイントとしてやっぱ乗っかり上手っていうのがありますよね。うん、で逆に言うと僕も乗っかれるんですよ。しかもその乗っかり方もいろんなことを汲み取って分かった上で乗っかれるというか、うん、だからその乗っかり合いですね、お互い様みたいな。僕も久保さんに乗っかってるし、久保さんも僕に乗っかってるし、お互い様って感じですね。だからそれをあうんの呼吸でできるっていうのがやっぱね他の人にはできないのかなと思います。これはあうんの本当に脳台本で何も打ち合わせもないんです。まあいつも僕セミナーやる時も全部台本ないですけど、こういうこのやり取りもないですから、何もないです。それでここまで100は取れないでしょ。100は絶対取れないですよ。台本あっても100は取れないです。はい、では久保さんの動画を映しますんでよかったら見てください。どうぞ。吉谷さんどうもお疲れ様です。さすがですね吉谷さん。何が吉谷さんさすがだというと、今回は2つあるんですよ。一つはですね、やっぱり自分に起きた不幸とかトラブルをきちんとねマネタイズする方向に進むっていう、このスピードですよね。すごいなと思います。まあその前提として、全ての情報をすぐにアウトプットする、全ての経験をすぐにアウトプットするっていうのをすごく分かりやすい例で言っていただきました。これになるほどと思った方結構多いんじゃないかなと思います。そう、桜前線ですよね。春になったら桜がどこで咲くかとか、どこが見どころかとかね、何月頃に咲くのか、それとも天気はどうなのか、こういうことをすごく皆さん気にするんですよ。気にしてそのために予算をかけてメディアっていうのが作られてるんですよね。で、私もサイトをいくつか検索したんですけども、そのうちの一つに、サイトではないんですけども、フリーペーパーでね、地域紙は私月刊誌を取ってるんですよ。地域紙ってウィンクってやつがあるんですけども、私の地域には、こんな、ことが起きてますよみたいな情報誌があるんですけども、なんとですね、先月号にすでに桜のことが載ってるんですよ。で、お花見に行くんだったらこことか、帰りはここによってカフェとか、お弁当はここみたいなのが特集されてるんですよね。すごいですよね。予算かけてこういうことをして、で、春になったら当然そういうのを見て、ねえ、どこ行くっていうふうに、毎年毎年、世の中の人は話題にするんですよ。ってことは、その情報を提供する側になればいいんですよ。じゃあ提供しようと思ってもネタがないとかでしょ？ネタはあるじゃないですか。だって、その辺の雑誌とかフリーペーパーとか持ってくれば、3月にはすでにですね、桜のことを書いてるんですよ。で、桜の情報って別に新しくなくって、どこどこに千本桜がありますよ、どこどこはもうスポットがありますよ、どこどこはカフェの中から見れますよみたいなの、毎年一緒ですからね。っていうことは、別に今年遅れても来年のために情報しとけばいいんですよね。で、テレビの方とかも当然なんですけども、いち早く桜の情報を届けた方が、自分のところのね、視聴者さんが確保できるっていうんでやるんですよ。で、やるにしてもいろんな角度から切り込んでいって、特徴を捉えていってですね、ただ桜がありますだけじゃなくて、まあ、川と一緒に桜とかね、山と桜とかね、船の中から桜とか、もうお茶を飲みながら桜とか、バス旅行で桜とか、いろんな角度で特集を組んでくるんですよ。芸能人が誰だとかね、美味しいもの、スイーツはどうだとか、ラーメンが美味しいんだとかね、いろんな角度からやっていきます。だから何をするかっていうと、アクセスを集めたいとか、ネットビジネスで成功したかったら、ゲットした情報をすぐに放出することなんですよ。これがほとんどの方できてないんじゃないかなと思います。ほんとさすがだなと思いますよね、吉谷さんね。で、トラブルから学ぶってことなんですけども、皆さんも多分ご存知だと思いますけども、ライブドアって会社が、強制捜査を受けてですね、その後すぐに会社ってのはなくなってしまいました。分散してしまいましたよね。で、そこの代表の堀江さんって人は、結局裁判を重ねた結果、収監されることになったんですよ。収監、牢屋に入ったんですよね。でもですね、堀江さんってのは何がすごいかっていうと、この転んでる時でも売り上げを上げ続けてるんですよ。で、私もまんまとお金を払ってる方だったんですけども、例えば、まな板の上の恋、正論を吐くみたいな本を出してるんですよ。俺はこんな正しいことをやってる、俺は全然間違えてないのに、なんでだみたいなことを本で主張して、その本がブワッと売れて売り上げ立つとかね。
で、刑務所に入ったら刑務所で、刑務所ナウみたいな本を出して、獄中から本を書いて、本の出版ブワーッと上がってると。で、しかも、刑務所ワズみたいな、刑務所にいた時のことを書いてるみたいなね。いくらでも出版してるんですよ。自分の体験とか情報をすべてアウトプットしてお金に変えてると。しかも、堀江さんのしたたかなところは、いやいや、毎年刑務所に行くやついるだろうみたいな。そしたら刑務所に行くやつが、きっと行く前に読むか、獄中で読むから俺の本ってずーっと売れ続けるよみたいな。すごいですよね。もうどこまでインプットアウトプットの速度が速いんだって、私なんて全然追いつかないですよ。私はこっちで自己アフィリエイトの教材を見ながらこっちで自己アフィリエイトをやったみたいなぐらいのレベルなんですよね。うん、で、吉谷さんがすごいのはそれを分かりやすくね、桜の例を取って、テレビメディアの例を取ってお話ししてくださるってことですよ。さあ、それで、その吉谷さんの動画を見て、私の動画を見る間にもうすでに、それを実行した方ってどのぐらいいるかなってことですよね。特に億万長者合宿に来てる方っていうのはこの動画のやりとりってカリキュラムですからね、すでに。これが合宿ですからね。合宿前に合宿なんですよ。で、ご自宅で合宿ですよ、もう。すごい得ですよね。でも、これをやらないってことは、今度は合宿の場に行ってももっとやらないんじゃないかなと思うんですよ。だから、全くもったいないなと思うんですよね。すぐにアウトプット。で、アカウントがバンされた。で、スクエアもうダメだった。全部アウトプットしてますよね。そうすると似たような体験をした人がやっぱり見てくるってこともありますし、もうまさにロングテールなんですよ。スクエアアカウントを作れませんでした。ペイパルでアカウントを飛ばされましたって人が毎年いるんですよ。これからも生まれてきます。その時に検索して、他にこんな経験した人いないかなって検索したら吉谷さんの動画に当たるみたいな感じで、この動画ってのはちょろ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 数万アクセスとか数十万アクセス向かっていくでしょうね。動画一本で。で、自分のトラブルをそのまま体験をアウトプットすれば、こういうことになってきて、お金にもつながるってことなんですよね。で、お金につながった挙句、その決済の問題を、このまま吉谷さんは解決するでしょ。解決したら、その吉谷さんの解決にフォローアップして従って、同じ解決方法を取る人が、吉谷さんはもっと教えてくださいってなるんですよ。この動線の引き方どうですかね。だからね、どんなトラブルも自分の、そういったアクセスに変えられる、自分の資産に変えられる。これを速稼塾では失敗資産と呼んでます。失敗すればするほどそれは資産になるんですよってことですよ。最近の話でいきましょうか。私はね、エイリアンウェアっていうのを買いました。エイリアンウェアっていうね、国内で最も高いパソコンだと思います。すごいパソコンです。ちょっとした金額しますよ。70万前後するんですよ。私が買ったやつでも。しかも本体だけですよ。で、モニターは別です。だからすぐに100万ぐらいになるんですよ。そのぐらい腰の入ったパソコンを買ったんだけども、動作不良。新品で。で、返品した。来ました。また動作不良。いい加減にしろみたいなね。そんなことも、私は必要以上に腹が立たないの。お、いいネタじゃん、これ。と。お、デルパソコン？エイリアンウェア？めったに買う人がいないこのパソコンを買ってみたらどうなったかっていう動画は出した方がいいなと思って出してるわけなんですよ。まあそういう風にして、多くの方がね、自分の身には降りかかってこないけども、降りかかる可能性のあることに、ちゃんとこういうふうに網を張っているっていうんですか。だからこれがメディア運営であり、情報発信っていうののコツですよね。自分の起きたことをすぐに話すと。で、他の方も、自分が経験したことっていうのは他の方も経験する可能性が高いと。で、同じ経験をした人は必ず検索して問題解決を図ろうとするか、同じような気持ちの人を探し始めるんですよ。うわぁ、自分はこんな悔しい思いした。他にそんなやついねえかなって探すんですよ。いいですか？情報商材を買って、稼ぎませんでした。他にも稼げてないやついるんじゃないのっていうふうに探し始めるでしょ。で、徒党を組んで訴訟を起こそうかみたいな話になるのも一つのね、やっぱりアクションなんですよ。じゃあ、情報商材で詐欺にかかった人、お金が稼げなかった人、お金を取り戻したい人っていうふうなサイトを弁護士さんが作るっていう、弁護士が設けるための動線も引いてるんですよ。だから結局、多くの方っていうのは、こうやってインプットしようと思えば思うほど、問題解決しようと思えば思うほど、ずーっと、カモになってるんですよ。弁護士さんのカモ、過払い請求で弁護士さんのカモもありますし、パチンコかなんかのね、わかんないですよ。いろんなもののカモになってるんですよ。言い方悪いですけどね。で、別の言い方をすれば、問題解決のために我々は検索をしたり、誰かを訪ねていったり、誰かに救いを求めたりってことを繰り返していくんですよね。じゃあ今度逆の立場で、問題解決を提供できる立場になったらどうですかってことなんですよ。それは収入になりますよね。信頼されますよね。だから、人のお役に立てる人になっていきましょう。人を批判しても一円にもなりません。人のお役に立てるようになっていく。これがネットビジネス情報発信の醍醐味なんですよ。問題解決をしてあげることが人の信頼になり、人の役に立って、そしてありがとうと言いながらお金をいただける、こういうルートになってくるんですよね。さすがだなと思うんですよね、吉谷さんね。で、もう一個さすがだなと思うことがあります。それはですね、私の戦略をよくご存知でございますね。私はね、吉谷さんといろんなプロジェクトしますけども、ギャラをもらったことは一回もないんですよ。
一回ももらったことがないけども、ちゃんとギャラは自力で稼ぐんですよ。いや、これが本当のビジネスだと思いますよ。だって吉谷さん、今度プロジェクトいろいろしますけども、僕いくらもらえるんですかって言った瞬間、私はこれ負けだと思うんですよ。自分でビジネスをしてるとかね、自分で起業してる、自分で会社を運営してる、組織体をやってる、ビジネスをやってるって言うんだったら、人にお金をくださいっていう前に、言う前にですよ、自分でどうやったらあらゆるアクションからお金を生み出していけるかってことを自力で考えていくのは当たり前だと思うんですよ。ね、誰かにもらうことが約束できないと、約束してもらえないと動かないとかね、そんな形でやってるわけじゃないんですよ。で、私が吉谷さんに感じてるものってまさにそこで、それを吉谷さんを組みながら私にやってるだろうなと思うんですよ。うん、あのね、なんですかね、前回吉谷さん、ちょっと僕はね、なんですかね、熱海合宿あったでしょ。熱海合宿の参加費用私振り込んでるんですよ。振り込んでいたんだけども、結局私は自分の宿泊施設に泊まって、熱海の研修所までこう通ってるわけですよね。だったと思うんですよ。だったよな。だったと思います。うん。でも別に、それがね、お金返してくださいみたいなことにならないんですよ。というのは、私は、吉谷さんのね、グループに参加させてもらえることっていうのは、ある意味、お邪魔しますって感じなんですよ。利用料払わせてくださいみたいな感じなんですよ。で、吉谷さんは吉谷さんで私に、ちょっとギャラ払えなくて、ごめんねみたいな気持ちで、ガチンコとかしてくれると思うんですよね。だからこういうふうにお互いに要求はしないけども、お互いに提供してる関係っていうのがね、ビジネスっていうものではないかなと思うんですよ。だから、くれないとやらないとかじゃなくて、やらせていただくっていうことの、お互い様っていうんですかね。それが、あうんの呼吸でできてるのが、この吉谷さんなのかなと思いますしね。あと、まあ、他の中村トレーダーとかもそうなんですけどね。中村トレーダーも私がね、いろいろとプロジェクトを組むときには、ノーギャラですよ。でもちゃんと自力で稼いでいきますよ、中丸トレーダー。うん、そういった形があったりね。小野沢さんとかもそうでしたけども、広島に、カメラ転売塾で呼びましたけども、来ていただきました。セミナーもやっていただきました。ギャラなんて払ってませんし、旅費なんて払ってません。宿泊費すら払ってないんですよ。でも、きちんと、小野沢さんで、自分のカメラ転売スクールを広島に根付かしてですね。で、何人かの方を稼がして、すごくいい形になったなと思います。だからビジネスをするっていうことはそういうことなんではないかなと思いますし、それをきちんと組める吉谷さんはやっぱり、まあ本当にね、いい友人だなと思いますし、生涯をかけてね、信頼していける人だなと思います。本当面白い部分がありますね。たまに嫌味でね、吉谷さんのマトリックスアフィリエイトみたいな話をこれからも出していくと思いますけどもね、あれすらネタですからね、本当に面白いな。あれでもね、マトリックスアフィリエイトは本当に腹が立ちましたよ。何が腹が立ったかってもう一回蒸し返しますけども、マトリックスアフィリエイトでどんどんアップセルが行われて、私はね、そこそこお金があったんでどんどん追加していったんですよね。で、大阪のセミナーとかも10万するのにセミナー行って、なんか大した内容じゃなかったんだけども、ここからいろんな価値を取り出さないといけないなっていうことでね、真面目にやっていったわけですよ。そしたら途中でコンテンツが飛んで、要するに逃げちゃったんですよね。で、結局何だったんだろうって話です。本当の詐欺です、これは。本当の詐欺。コンテンツ提供せずにお金受け取って消えちゃったわけなんですよね。でもまあね、それは痛かったですけども、畜生と思いながらね、今ネタバラシしますと、畜生と思いながらもね、そのマトリックスアフィリエイトの集まったビジネスの、こうなんですかね、受講生さん10名ぐらいいたんですけども、その中で私、大阪のね、セミナーに参加したら、勉強会参加したら、あ、速稼塾の久保さんですよねっていう風になって、私はまあ割とその中でリーダーシップ取ってきたんですよ。で、そのコンテンツ提供者が飛んだ後も、久保さん、なんかこんな事件起きましたけども、なんか知ってませんかっていう風にいろんな連絡いただいて、私がまあまとめ役になってですね、まあもう全然リサーチしても分かんないし、で、まあこれいい経験になったんじゃないですかとか、そういった、なんですか、コンテンツ提供者が誠実ではないってことも参加した以上あるんじゃないかっていう話をしたんですよ。うん。だから、必ずしもね、自分が期待してた通りに人は動かないよってことを込みでやるのがビジネスじゃないのみたいな話したんですよ。集まった時に。集まったって言ったもの、LINE グループかなんかですけどね。そうしたら、そういう考え方はなかなかできないけど、さすが速稼塾っていうね、塾を運営してる久保さんだねってことで、新しい信頼いただいて、まあ結構塾生になってくれたんですよ、そっから。まあ成立をしたわけじゃないんですよ。久保さんの下でそういった考えを学びたいんで、お金にはなんなかったし、これからも稼げるかどうかわかんないんだけども、考え方だけをね、ちょっと共有したいんで、塾に入らせてくださいってことがあって、結局、そのマトリックスアフィリエイトで、
失ったお金はきちんと結果的には取り戻せていて、吉谷さんありがとうございましたみたいな感じになってるんですよね。だから結局ね、その今度合宿あるじゃないですか、湯河原合宿、億万長者合宿、ちょっとね鋭い言い方をすれば、その合宿に来た合宿参加者も仲間でありライバルです。同じビジネスっていう土俵に立ちますんで、どっちかが物を売ってどっちかが買うっていう関係もありえるんですよね。そういうふうにお互いに価値を提供し合って、お互いに購入し合ってみたいなこう関係も生まれると思うし、で私がね入っていたそのヒルズ塾の中でも、私は物を買ったことありますし、売ったこともあるわけですよ。そういうことが当然起きます。だって全てがビジネスのマーケットですから。でどこに自分が価値提供できるのか、どこから価値をいただくのかっていうことが起きてるだけなんで、仲間でありライバルであり、セールスマンでありね、自分が購入者でありっていう、そういういろんな関係が誰に対してもあるっていう認識ですよね。そういうことをまとめていったら、例えばね、私がもしかしたら吉谷さんから今商品を買ってる状態とも言えるわけなんですよ。間接的にね。これは何を言ってるかっていうと、吉谷さんから物を買ったってことはないですけども、吉谷さんのプロジェクトにノーギャラで乗るってことは、基本的に私が出費をしてるってことなんですよ。吉谷さんのプロジェクトを成功させるために。でも逆に吉谷さんから私を見たら、私のその何合宿での内容を強化する、信頼関係を高めるために、いろんなこのプレゼンをね、今このやり取りの中でしてくれてるっていうことで、お互い様になってるわけですよね。さあそこでですね、そっから派生して億万長者合宿に参加すると決めた方、乗っかりがちょっと薄いんじゃないですかね。これほど私が乗っかりのね極意を今お見せしてるのに、これだったら億万長者に合宿に参加しない方が先に乗っかってきますよ。ちょっとねここは突っ込んでいってほしい、来てほしいなと思いますよね。これだって講義ですからね。で乗っかることが当たり前ですよ。何かに乗っかってください、常に。例えばね、新幹線で行きましょうか。新幹線の新しい形が出ました、リニアモーターカーが出ましたっつったら、リニアモーターカーのその発表会場行って、写真 SNS でバッと撮ってアクセス集めるでしょ。乗っかってるわけですよ。それだってインスタ映えだって全部乗っかってるわけですよ。人が作った料理とかコンテンツに対して自分のコンテンツをクロスマッチングさせていって、インスタ映えする食事みたいなのと魅力のない自分をつなげてるわけですよね。で信頼の異常を起こしてるわけですね。移動を起こしてるわけなんですよ。他にもありますよ。AKB の何ですかね、秋葉原の AKB のあれがあるでしょ、なんかなんかダンスホールかなんかがよく知らないですけども、そこに行って AKB とこう握手してきましたとか、ライブ見てきましたっていうことも乗っかりなんですよ。なぜなら他の AKB ファンがどんな風に感じたんだろうとかね、どんなやつが行ったんだろうみたいな感じでやっぱ寄ってくるわけですよ。だから全て乗っかりですよ。乗っかりが浅いんですよ。だからですぐに乗っかることです、全てが。なんかね、私こういうの購入しました。なんでしょうかね、これ。ハイパーデュアルバンド無線 LAN 子機です。要するに Wi-Fi を契約して、光回線契約するとパソコンが遠くにあって光回線がつなげないとかね、線が遠くなっちゃうと問題あるでしょ。でもこれは USB でガチャンコってつなぐと、遠いところでも強力なね電波で3年保証でWi-Fi の電波を光で飛ばしてくれるわけですよ。逆だ、光 Wi-Fi を電波で飛ばしてくれるわけですよね。これすごいでしょ。これ買った、まあ開けてないんですけど全然。これを買ったってことは、この商品のレビューをすることによって自分のところにアクセスを集めることができるんですよ。似たような問題を抱えている方がどんな商品がいいのかなって探しているときに、自分の発信した動画があればいいわけでしょ。だからこれは全てレビューなんですよ。レビューをしない買い物はないと言ってもいいぐらいです。はい、ティファールね、ありますよね。これあティファールじゃないけどバッタモンです。ティファールのでも機能は同じなんですよ。じゃこれが本当に1分で、1.2 リットルのお湯が沸くのかどうかをレビューしてみてください。水入れて電源入れて1分間撮影しながらなんか喋るだけ、いや無言でもいいですよ。で1分間経ったら、うわー沸いてますね、あちいとかやったらね、 YouTube 完成ですよ。乗っかってください、どん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 身の回りのものに。乗っかりがちょっとね、ほんと薄いんじゃないかなと思いますね、何もかも。はい、これね、スタンドありますよね。これ何ですか。これは一脚ですよ、一脚。これも例えばね、この地面のこれありますよね、こういう風に曲がるんですよみたいなね。それでレビュー、曲げると指が痛いですとかね。で痛いな本当に。これでこれは縮めると75センチで伸ばすと180センチみたいなことを言っていくとかね。で簡単に伸びますよとか、
レビューできるじゃないですか、誰でも。で、ちゃんとこれね、ストラップもついてて、こうやって持てますよとかね、もうなんか自撮りには最適とか、やれるわけですよ。もうこういうふうな感じで、あらゆる商品とか、あらゆる出来事とか、あらゆる人に乗っかっていくってことはね、できるんではないかなと思いましたね。私今日いろんなものに乗っかりましたよね。堀江さんの話も出したと思いますし、吉谷さんの話題も出したと思いますし、桜にも乗っかりました。いろんなものに乗っかりますんで、何もね、私だけが乗っかり上手じゃないんですよ。で、私は、その最初にね、20時間ライブっていうのがありましたよね。20時間ライブ、覚えてないかな。吉谷さんがね、20時間ライブってなったんですよ、なんか。24時間しかない1日のうちに20時間ライブですよ。で、こっちも仕事があったり忙しいわけですよ。でも20時間ずーっと付き合うことによって、久保哲郎、広島の久保ですをずーっとね、そこに植え付けたんですよ。視聴者さんにも植え付けたし、司会をされてる吉谷さん他にも植え付けました。で、覚えてもらうこと。ね。情報発信者に自分ってものがいるってことを覚えてもらうこと。これが私の最初の目的だったんですよ。で、そうするとどうでしょうか。私の方にね、メッセージ来ます。Facebook の解説したら、あ、吉谷さんのライブ見てました。広島の久保さんですよね。連絡来ます。友達になります。メディア見てくれます。入塾してくれます。こういう流れが起きるんですよ。うん。だからそういうふうにね、自分が知られてないってことが一番悲しいことであって、ネットビジネスって何をするかとかって言ったら、アクセスを集める、見てもらう、集客する。これに尽きるんですよ。これ以外はほとんどやることがないです。みんな一生懸命商品作るんですよ。商品をいくら作って、どんないいクオリティとかね、いいサイト作っても無駄なんですよ。アクセスが集まんないから。で、アクセスを集めることができたら、もう何もかもうまくいきます。アクセスを集めることが。そのためには乗っかってください、最初から。ね。久保哲郎レビューみたいなのずーっとやってるとかね。最近ではね、私の、そうそう、昨日京都なんですけど、私のね、FX の動画を見て、私にこういうふうに考えたらいいですよっていうふうに、まあ指導してくれる人が出てきたんですよ。まあ、ある意味それは乗っかるとも言えなくもないんですけども、本当に私のやってる行動を見て、お手伝いしたいなとか参考になればなと思って善意でね、コメントをくれたりするんですよ。で、あと、悪いコメントとかする人も結局乗っかりに来てるんですよね。自分の発信を人のメディアにすることによって、他の人に見てもらって、自分の言ってることをそうだよねっていうふうに乗っかってきてほしいから乗っかるみたいなね、こんなこともあります。もう様々ありますけども、まとめますとね、吉谷さんはすごい。吉谷さんはどんなところからでも自分を起き上がらせることを知っていると。そして、速稼塾という失敗資産ってものをナチュラルに使ってますよね。もうすでにアクセスをトラブルによってたくさん集めることに成功してですね。で、吉谷さんがそういうことをやってるもんですから、私が乗っかるチャンスまでいただいたみたいなね。すべてがだからチャンス。すべてが乗っかるチャンスなわけなんですよ。なのに、ほとんどの方がね、ペーパルアカウントを話題にしながら、動画を発信するとかブログを書くとかね、私たちの動画に対してメッセージとかで突っ込んでくるとかね、メールを送るみたいなことしないわけですよ。アカウントバンされてどうでした、こんな方法がありますよとかね、私ペーパルのなんとかアカウントが知ってるんで、こうやったらどうですかみたいなことで乗っかってこれるかなと。もしくは何にも知らなくてもペーパルって何ですかって乗っかる方法もあるんですよ。なんかペーパルって聞いたことあるんですけども、そんなに大事なんですかみたいなことを質問してくれれば、その質問に回答する動画を作るという形で吉谷さんに乗っかることができると。で、私のところにメールが来たら、私がもう乗っかられるの承知で、こっちも乗っかるみたいなね。クエスチョンに対して結局コンテンツができるわけですよ。で、多くの情報発信者が、動画の最後にね、こういうことを言う人がいるんですよ。皆さんからの質問を募集してますとかね。ラジオでもそうですけども、おはがき募集しますとかね。アンケート募集します。これはね、コンテンツに困ってる人が言うんですよ。ネタがない人がこれ言います。でもネタがいくらでも出てくる人って、質問が来ると、まあ、ネタがもっと増えるだけなんですよ。でも質問も来なくても、質問募集しなくても、内側からどん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 コンテンツが出てくるんで、尽きないってことなんですよね。まあ、吉谷さんはそっちの方じゃないかなと。要するに、誰から質問されなくても、自分でコンテンツをね、内側から出していける人なんではないかなと思います。無限コンテンツキラーですね。コンテンツキラーっていうのかな。コンテンツホルダー。無限コンテンツホルダーですね。ほんと無限です。100万本でも、10万本でも動画作ると思いますよ、この方は。で、多くの方が、本当に最後になりますけども、自分がコンテンツを持っていることに気づかないんですよ。成功しても失敗しても女の子に振られても、ちょっと恥ずかしいところが見られても全部コンテンツですよ。ね。ちょっと下世話な例になりますけども、中学生ぐらいの時に男の子だったら、何?学校から帰ってくると、机の上にお母さんが部屋の掃除してて、エロ本が積み上がってたことってないですか?ね。こういったこともコンテンツなんですよ。最近ではね、YouTube とか見てると、なんかその、
この気持ちいい一人エッチのやり方、男性バンジョー、女性バンジョーっていう動画があって、ついついね、そういうの見てしまって、あ、これ分かる分かるみたいな感じでね、それでアクセスが数十万って集まってるんですよ。うん、で、そういうものもある。そういった恥ずかしいものとか、タブー視されていたものを露出することによって、ファンを集める方法もありますし、こういうふうなね、機材のレビューする方法もありますし、これはなんだ？なんか分かんないけど、ネットワークビジネスの、なんかスプレーですね。こういうものをレビューしてもいいですしね。なんでもいい。なんでも。ね。この雑巾。雑巾の畳み方とかでもいいです。あのね、自分ではこんなもんにアクセス集まんないだろうと思っているものでも、やらないよりいいんですよ。で、しかも、変なファンっているんですよ。うん。変なファンっていうのは。こうやってカメラのレビューなんてまともな方で、ライバルが多いんで、いいのか悪いのか何ともわかりません。ただですね、雑巾の畳み方みたいな動画を作り続けて、いろんな雑巾の畳み方をね、100通りとかやると、これはね、これは、あれですよ、ライバルいないですよ。こんなものには。で、こんなものにはライバルがないんで、ブルーオーシャンなんですよ。でも、メジャーなものってのはね、レッドオーシャンなんで、どっちでも一緒ですよね。はい。長くなりましたけども、要するにですね、我々は、情報発信者っていうのは、何かに乗っかっていくってことです。ね。乗っかっていって乗っかっていって、で、自分の体験を全てさらけ出していって、それが全てアクセスになり、アクセスがお金になると。この動線を忘れないことだと思います。で、どんなね、コメントがあっても、そのコメントに対しても、コンテンツが1個、2個増えるっていうふうに考えていくと、コメントがいただけないっていうのが一番ね、寂しい状態であって、どんなことでもネタにしていけるんですよね。世の中ってのはね、そういうふうな感じでネタに溢れてるってことなんですよ。そのぐらいにしておきましょうか。吉田さんもそう思いますよね。はい。吉田さんがだから、今度ね、決済のことでお困りでしたら、私はですね、別に銀行振込でいいんじゃないかなと思うんですけどね。銀行振込ができない人は、お客さんにならなくていいです、みたいなね。そんな感じで、私の場合は銀行振込一発しかないんで、他の方法ないです。分割もないです。だから、それでいい人だけですよね。でもね、おかげさまで、本当に、銀行口座にお金を振り込んでくれる方っていうのが、商品買ってもないのに、速稼塾に入ってもないのに振り込んでくださる方っていうのはね、いるんですよね、この低アクセスでも。吉谷さんも同じような体験されると思いますけども、結局人って、内側から出るものにはすごく素直なんだろうなと思います。で、逆に、外から受けた刺激によって行動するものって一瞬なんですよね。ですんで、そういうのも込みでね、億万長者合宿の参加者の皆さんには、ぜひ内側から出るようなね、そんな、モチベーションを持っていただきたい、気づいていただきたいかなっていうところがありまして、これからもね、そういった動画を提供していこうかと思います。よろしくお願いします。それではね、吉谷さん、本当にすごいです。動画のたんびに、さすがだなと思うことばかりです。これからも吉谷さんと一緒に、いろんなことをね、やっていきたいなと思います。それはビジネスじゃなくてもいいです。釣りに行ったり、車で遊んだりとか、なんかね、本当なんか意味のない合宿やってみたりとか、なんか、鹿児島でね、海に向かって、バカ野郎って叫んでみたりとか、よろしくお願いします。では、失礼します。